早海さんと呼ばれる日は2012年1月15日から3月18日までフジテレビ系列のドラマチックサンデー枠で放送された日本のテレビドラマ主演は松下奈緒育った環境の違いを乗り越えヒロインが立派な早海への嫁に育っていくまでを描いたホームドラマ主演の松下奈緒は劇中音楽の一部も担当するまた 2011年10月9日に放送された2011年4月期放送の連続ドラマ丸物を着てのスペシャルには主演の松下がこのドラマの役名で亀を出演した近年の連続ドラマにおいては通常第1回と最終回を拡大放送とし第2回後最終回の前回までは通常を湧くというを取るがこの作品は第1回の放送は 通常の54分版で放送されながら、第2.3回は10分拡大の64分版という、珍しい編成を行った。2012年6月10日と17日には、スペシャルドラマが放送された。キャッチコピーは、導く、嫁。結婚に憧れる OL、ユーナ氏は、同僚である早川京一とめでたく結婚。二人だけの、甘く楽しい新婚生活を始めるはずだった。 ところが、結婚式の、その翌日、シュート目陽子が突如失踪。今日一の実家には、シュートと三人の議定たちが残されてしまう。崩壊寸前の状況の中、ユーナ氏は、シュート目が帰ってくるまでの間に早海への嫁として、男だらけの早海家で家族の面倒を見ることを決意。馴染めない環境の中でユーナ氏の花嫁修行が幕を開ける。 ありがとうございます。